中年オタッキーです。今日はね、四国から、関東方面に登る仕事なんですけども、日曜日出発でね、今もう埼玉県の高坂サービスエリアに到着しました。9時半ぐらいに到着したんですけど、すごく早く到着しました。やはりGoToキャンペーンが終わってね、道が圧倒的に空きましたね。渋滞がなかったです。それでもまだ乗用車結構いっぱい走ってるんですけどね、多人数乗車でね、遊びに行ったような乗用車がまあ走ってるんですけども、以前に比べたら劇的に減りましたね。ちょっと感染がね、収まるのをね、ちょっと、祈っておりますけどもね。まあ、ニュースとかではなんか観光地結構人手があるということで、もう本当に早く収まってほしいんですけどね。医療品のね、輸送もちょっと、医療品の輸送の方もね、結構逼迫してきてますし、医療機関はね、なんかすごいことになってますよね。はい、今日はね、リバーサルフィルム、富士クロームベルビアですね。すでに廃盤になっているフィルムなんですけども、ヤフーオークションでね、専用冷蔵庫に、入れていたというやつを1本380円で購入しましてね、ブロー2番ですね。でね、こいつで撮ってきましたよ。はい、このね、マミヤのね、RB67 ですね。RB67 でね、ベルビア、富士クロームベルビアね、このフィルムですけどね、で撮ったらどうなるのか。で20年期限切れしてるんですよ。2000年6月、に期限が切れた、富士クローム初代ベルビアになるのか、で撮ったらどんな映画撮れるのかということで、今日はやっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、たびたびね、登場いたします。このマミヤの RB67 で、今回撮影したレンズはね、このマミヤセコール、90mm の F3.8 というレンズに、これね、CPL フィルターね、CPL フィルターを装着しまして、富士クロームベルビア初代、期限切れ20年経った、フィルムでね、撮ってまいりました。で、一応専用冷蔵庫に保管してあったということなんですけども、まあ、確実に感度は落ちているなんだと思いました。で、ベルビアはもともと実光感度が40ぐらいしかないので、40でね、撮って普通、新品で40で、ということはもう25とかね、13とか12の世界になっていくと思うんですよ。で、今回はね、その CPL フィルターも装着しまして、この CPL フィルターだけでだいたいね、シャッター速度が1段ぐらい遅くなってしまうんですね。それでさらに感度25ということで、日中、晴天日中で F8 まで絞るとね、シャッター速度が30分の1ぐらいになっちゃうんですよね。で、私三脚をね、このカメラに対応する三脚を持ってない。このカメラに耐えれる三脚を持ってないんですよ。多分今持ってる三脚に猫に積んだしたら、フィーンと落ちていくと思うんですね。あまりにもデカすぎて重すぎてね。で、もう手持ちで撮ってきたんですね。これ、マミヤのね、純正のね、これ、ストラップですけどね。よいしょ。にょっくらセット。まあ、こんな感じでね。で、ウエストレベルのファインダーで、ピントをね、こうやって合わせて、まあ、写真を撮ってたわけなんですけどね。これ、中敷きを抜かないと写真、シャッターが降りないか。あ、フィルムが入ってないんでシャッターが降りないのか。いろいろあるんですけど、セーフティ、安全回路がね、いろいろ入っててね、よいしょ。シャッターがね、完全にその、ちゃんと写真が撮れる状態じゃなくてシャッターが降りないようになってるんですね。あ、そうか。中敷き入れてないんで、これフィルムバッグ外れないんだ。いろいろと制約がありまして。よいしょ。よっ。フィルムをね、観光させてはまずいってこと。おっと。あ、大丈夫やな。で、まあ、シャッターをね、こう。こんな感じの音でシャッターが切れるんですけどもね、これレンズシャッター式のね、一眼レフタイプの中盤カメラなんで、レンズシャッター式で、フォークラプレンシャッターはないので、一旦その、シャッター幕が閉じてミラーが上がって、
ほんでシャッターが開いて閉じるっていうね、複雑なあの工程を繰り返すカメラなんですけどね、レンズはとにかくね秀逸ですし、フィルムのねサイズがでかい、通常ね、24×36mm というのがねフルサイズなんですけども、こいつはね 60×70 ということで、面積にすると大体ねフルサイズの5倍ぐらいあるんですね。で今回はね、エプソンの、GTX900 というスキャナーで 6400dpi でスキャンしました。で 6400dpi でスキャンしたら果たして何万画素ぐらいになるのっていうね、興味があるとは思いますが、何万画素どころではありません。ざっくりね2億7000万画素ぐらいになります。で2億7000万画素っていうのは、スキャナーでスキャンした数字ですね。でこれがねリバーサルをダイレクトプリントしたら果たして何万画素ぐらいになるのって言ったら、ちょっと僕やったことないし、その計算する方法もないんでわかんないんですけども、まあ、10億画素には下らないと思いますね。そんなわけでね、もうねデジタルカメラなんか鼻くそなんですね、はっきり言ってね、画素数に関してはね。でまあスキャナーがね、ちょっと僕のはね、その家庭用、一応ね、このハイエンド機という、言うと家庭用なんで、色目的にはちょっと微妙なとこがあったりもしますけどね、とりあえずね、作例を取ってきまして、まあ、10枚とも大体当たりだったんですね。日中ばかりで撮ったんで、シャッタースピード30分の1、F8 で固定して撮ってきております。今回はね、ちょっと、まあ、ちょっと気合入ってますんでね、380円のフィルムで気合入ってるっちもなんですけど、気合入れて撮りましたんで、ちょっとね、じっくり作例を、見ていただこうと思います。作例なんですけどもね、まあ見ていただければ、まあわかると思うんですけども、圧倒的な画質ですね。さすが2億7000万画素というところでしょうか。で、驚きなのが、このベルビアのね、発色ですね。期限切れ20年経っててこんな発色、専用冷蔵庫に入れてたらこんなにいい色で出るんですね。これ全然もう、新品と変わらない色だと思いますね。で、これ圧倒的な画質って言ってますけどね、これめちゃくちゃ圧縮してますんで、通常の、TIFF っていうね、拡張子でやるとね、1枚多分ね、3GB ぐらいになっていくと思うんですけど、そんなものはね、全く iPhone では表示できないので、JPEG で圧縮してやります。JPEG で1枚100メガぐらいまで圧縮して、で、さらにね、動画再生ソフトに入れてます。で、もうね、1000分の1どころじゃないと思いますね。相当圧縮してるんですけども、この画質です。まあ、これ以上ね、伝える手段がないんでね、なんともならないんですよね。その、生の写真を見ていただくわけにはいかないんで、動画でね、アップするんでね、どうしてもこのような圧縮比率になってしまうんですけども、それにしてもこの解像度でございます。中盤写真ね、もう、そのスリーブを見た段階でね、もう、うわーって感じなんですよね。現像が上がってくるじゃないですか。現像が上がってきてね、お店の前で、バッてしてね、おーすごーみたいな感じでね、もう誰が見ても、うわーすごーって言うんですよね。だってね、6センチ×7センチのね、絵が撮れるわけなんですよ。もうね、ほとんどサービスサイズと同じぐらいの、サイズのね、スリーブができてしまう。解像度悪いわけがないですね。だって通常ね、こんなちっちゃいね、まあ、フルサイズでもこんなちっちゃいやつを引き伸ばしてサービスサイズにするわけなんですよ。でもこれはね、もうそのままフィルムがサービスサイズぐらいの大きさがあるんで、解像度が低いわけがないんですね。で、今回はさらにね、マミヤのね、この高性能、セコールのね、レンズも高性能な上に、さらに PL フィルターを使って、コントラストを上げてあります。これでね、悪い絵が撮れるわけがないです。多分ね、このカメラで撮ったら誰、結構誰でもこのぐらいのレベルの写真撮れるんじゃないかなと思いますね。まあ、ピント合わせとか大変だしね、構えんのも大変重いしね、いろんな人に話しかけられるしね、それビデオカメラですかとかも言われたりもしますし、いろんなこともありますけどね、もうとにかくね、
圧倒的なんですね。これをね、その、まあ、手持ちで使ってる人は少ないかもしれないですけど、ね、その、これ並みの写真が、その手軽なね、ミラーレスで撮れるという意味では、ミラーレスカメラの価値はもちろんあるんでしょうけど、未だにプロカメラマンがね、中盤のフィルム写真でね、まあ、マミヤの RB とかアルエットもそうですし、ペンタックスのね、バケペンとかもそうですけど、未だにね、プロカメラマンがたくさん使ってる、というところ、この辺でわかりますよね。で、さらにね、この、今回撮ったものはね、その、まあ、赤は赤ですけど、比較的ディテールが出やすい色、朱色とかね、そういう色になりますけど、もう真っ赤一色とかね、真っ白一色とかね、真っ黒一色とかのね、ディテール比較になると、もうデジタルはね、本当に鼻くそ臭いぐらいの画質になってくるんですね。まあ、例えばね、その結婚式場でね、白い背景に、ね、白いウェディングドレスを着てね、白いケーキでね、ケーキに言うと、こんなのはね、もうデジタルではね、そこまでのディテールは出ない。で、フィルムで撮るね、その特に中盤フィルムで撮る画質には絶対にかなわないんですね。そんなわけでね、まあデジタル、まあデジタルカメラよりは安いとはいえ、中盤フィルムカメラ結構します。例えばね、僕は、これね、もう視聴者の方からいただいたカメラになるんですけどもね、僕の財力ではもう絶対このカメラはね、多分ね、一生出会ってなかったと思う。本当にね、この立場を悪用してというか、もうね、もう感謝の意しかないんですけども、だいたいヤフーオークションで6、7万しますね、このカメラね、稼働品はね。お店で買ったらまだ十何万円するんじゃないかな、と思うけど、ちょっと相場とか調べてないんでわからないんですけども、ただね、そのお金を出す価値は十分にあると思います。特にね、大切なね、家族の写真をね、記録したいとか、そういう人はね、このカメラね、買ってもいいんじゃないかなと思います。値打ちあると思いますね。まあ以前から言っておりますようにね、デジタルではね、その、写真として残りにくい、データが壊れたりね、その、どっか行っちゃったとか、そういうのに比べると、そのフィルムはね、スリーブとして物理的にね、写真が残っていきますし、で、この圧倒的な画質でね、大切な人の写真を残すとか、大切な思い出を残すとか、これはいいんじゃないかなと思いますね。もう、ちょっとお金がないと買えないカメラにはなりますけどもね、ジャンク品を購入して修理するにしても、ジャンク品の値段も結構な値段いってるような気がしますね。ほんで、構造的にね、これね、本体にシャッターが入ってなくて、レンズにシャッターが入ってるんです。レンズにシャッターがついてるんで、レンズ交換式のレンズにシャッターがついてる。すべてのレンズにシャッターが装備されてるんですね。だからレンズも高いんですね、結構ね。で、シャッターのメンテナンスしようと思ったら、レンズを分解というね、ちょっとややこしい構造になってますけど、画質はとにかく圧倒的です。まあ、マミヤはね、その RB の他に RZ とかもありますけども、まあ、ペンタックスのね、バケペンですね。ペンタックスも645とかもいろいろありますけど、まあ、いろいろ試してみた気もしますけど、まあ、全部が高いんでね、僕は多分これだけになっていくと思うんですけどもね。恐ろしい高画質。まあ、今回の場合はね、その、20年落ちのベルビアでね、こんな写真も撮れるということで、いろんな驚きがありましたが、皆さんはどう思われましたでしょうかね。中盤写真ね、ハマります、確実に。デジタルカメラを買っても、その、なんですか、10年間で3万枚ぐらいしか撮らない人は、マミヤの RB とか RZ を買った方がいいような気がしますね。本当に圧倒的な絵が撮れます。はい、今日の動画はこんな感じで、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今回はね、ケンちゃんさんから2枚、トップバッターでいきますね。作品投稿、タイトルが1枚目がね、メタセコイア、2枚目が古民家ということで、1枚目はね、カメラがニコマート FT2、ニッコール 50mmF2、コダックゴールド200、2枚目はね、ニコン TW ズーム3580マクロということですね。で、写真なんですけどもね、これ万博公園で撮ったということなんですけどもね、これ、この葉っぱがメタセコイアなのかな、
光をね、あの透き通らせてね、撮っておられますね。なかなかね、あのカラフルで、紅葉の前にね、この光が照らされた葉っぱがあるということで、なかなかいい感じになってますね。2枚目なんですけども、2枚目の方はね、これ古民家なんですけども、本当に古民家ですね。これどこにあったんでしょう。1枚目が万博公園ということは大阪の方なんですけど、これ能勢あたりで撮ったのかな。これなかなか周りの景色もね、非常に雰囲気があるいい写真になってますね。これモノクロで撮っても面白いかもしれないな。僕だったらモノクロで撮って引き伸ばして飾るかなって感じですね。はい、ケンちゃんさんありがとうございます。次がね、ダムお猿さんの、作品で2枚。1枚目がね、中年おたけさんお疲れ様です。写真2枚投稿させていただきますということで、1枚のタイトルは展望台、ペンタックス SPF に SMC タクマ 55mmF1.8、フィルムはイルフォード XP2 スーパーですね。湘南平という景勝地で撮影しましたということですね。2枚目のタイトルは天へ続く階段ということで、機材フィルムは1枚目と同じ、湘南平の展望台の一角にある階段の造形ということですね。写真なんですけどもね、これね、構図的にね、1枚目なかなかだと思います。空の方を多くね、入れたことでね、その展望台のね、その高いところにあるっていうね、イメージをね、増幅させてると思いますね。で、2枚目の方、天に昇る階段ということですけど、僕だったらもっとアイポイントを低くしてね、まあ、ドッグアイレベルぐらいで撮ると面白かったかもしれないですね。上にそびえ立つ風景、まあ悪くはないんですけど、もっと低い位置から撮ったら面白かったかもしれません。モノクロ写真でね、これね、あの、イルフォードの XP2 スーパーっていうのはね、C41 現像でね、現像できる。まあ、つまり街ラボとかでもね、その日に現像が上がる、モノクロフィルム。まあ、厳密に言うとはモノクロフィルムではないんですけど、カラーネガフィルムの色が出ない、極端に色が出ないフィルムということになるんですけども、カラーネガフィルムのね、特性をね、そのまま引き継いでおりまして、露出オーバーにもね、結構強いというね、優れたモノクロフィルムになります。値段もそんなに変わんないんでね、あと、モノクロフィルムやりたいけど難しそうとかね、思ってる方はぜひ使っていただきたいフィルムのようですね。はい、ダムお猿さんありがとうございます。で、次は北野隆さんから2枚ですね。1枚目がね、止めやすい場所。リコー L2KM、富士カラー C200 ということですね。で、2枚目がね、花時計。ペンタックス ME、SMC ペンタックス M200mmF4.0、コダックカラープラス200ということですね。1枚目、写真なんですけども、7月に撮った写真ということでね、現像に出したけど PC に取り込みしてなくてすっかり忘れていましたけど、これ面白い写真ですよね。もう本当にこれ素晴らしい写真だったね。真ん中にね、その2本と木が並んだ真ん中にポツンとね、乗用車がまあなんか作業しておられるような感じなんですけど、面白い写真になってます。で、2枚目の方はね、その地面にね、その、時計があって、その赤い針がね、すごい印象的な写真になりますね。なかなかね、大胆な切り口で切られておりまして、思い切った写真ということで、個性的な写真でいいと思いますね。北野隆さん、ありがとうございます。次がね、長州薩摩さんから1枚ですね。フィルムがカメラの中にあり、まだ現像に出せないのでデジタル写真ということですね。東京都文京区にあるキリスト教の教会で、東京カテドラルセントマリア大聖堂の、写真ですということで、タイトル流線形、カメラはね、ニコン D810、レンズ AFS ニコール24-220mmF4GEDVR ということですね。で、写真なんですけどもね、結構ね、これ深い色が出ておりますね。これ、なんだっけ、ローから現像したのかな、それともなんかピクチャースタイル的な、クリエイティブスタイルかな、なんかで撮ったのかな。ややね、その深い色を出すために、ほんのりアンダーで撮られたのかもしれませんけど、非常に深い青が出ていて、なかなかいい写真になってます。ただね、デジタルのね、モニターの解像度加減ではちょっとモアレが発生してしまいますね。まあ、これはね、写真とは関係ないんですけどね。はい。長州薩摩さんありがとうございます。次がね、一都市級さんから2枚ですね。タイトルがね、1枚目がロードローラー、2枚目がクレーン車ということで、
カメラどちらもニコン F フォトミック、オート 50mmF1.4 フィルムのバビロン13で2枚とも撮られておりますね。あ、違う、レンズがね、AI ニコル 135mm の F3.5 ということですね。すいません。でね、写真なんですけどもね、バビロン13のね、素晴らしい解像度出ておりますね。やはりこのフィルム好きですね。そんなにね、ハイコントラスト、そこまでハイコントラストにならない。若干柔らかい調子も残るということでね、いいフィルムだと思います。ただちょっとね、流浄感がほんのり目立ちますね。現像時間どんなもんだったんだろうなーって感じですね。はい、一都市九さんありがとうございます。はい、今日のね、作品紹介はこんな感じで、次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今回の俺のカメラはね、サムライジャパンさんからですね、今年最後で当分カメラは買いませんってことで、先月末にゲットしたコニカ C35FD です。ヘキサノン 38mm で F1.8 のレンズに惹かれて購入しました。この時代に 38mm で 1.8 ってすごいなと思いますね。試写は結構先になりそうですが、ってことですね。繁忙期で年末年始はほぼ一般人並みに休めませんってことです。まあ僕も同じなんですけどね、このカメラね、僕も欲しいんですけど、なかなか高値になるんですよね。ちゃんと動くもの、はすごい高値になるし、ジャンクでもそこそこ値段しますよね。ヘキサの 38mm の F1.8 ということで、ショートバックフォーカスなんで、レンズの設計度はね、設計の自由度は高いんでね、比較的明るいレンズを作りやすいとはいえ、やはりね、この、まあ、言うたら、普及カメラですね。普及カメラでね、38mm の F1.8。で、撮ってもね、すごく解像度、とかも高いね、いいレンズになるということでね、僕もね、ぜひね、購入して、試してみたいとは思っているカメラですね。はい、サムライジャパンさん、ありがとうございます。今回の動画はこんな感じです。前回と言ってましたね。本当はね、このカメラで撮った写真のね、紹介をしていこうと思ってたんですけどもね。マミヤのね、RB67 で撮った、リバーサル、20年落ちのね、リバーサルフィルムが、まさかね、こんな綺麗に写ってると思ってなかったんで、先に紹介させていただきました。いかがだったですかね。もうぜひね、僕もね、中盤カメラ全然やったことなくて、やってみたらこんなにいいのかと思って、もうちょっとハマってます。次はね、モノクロ写真撮ろうと思ってるんですけども、次こそはね、自家現像を成功させてね、またね、綺麗な写真になっていればと思いますけどね、次は、アリスタ AD400 をね、装填して撮っていくと思ってます。はい、こんな感じですね、今日の動画。ほんでね、まあ、一番最初も話しましたけどね、感染拡大の件なんですけどもね、こんだけね、ニュースが流れてるのに結構ね、遊んでる方が多いので、まあ、十分注意してるかもしれないんですけども、今ね、その気温が下がってね、その飛沫感染のところがもう飛沫がエアロゾルになってますんでね、マスクで防御できないような状況になってきてるんで、感染が広がりやすくなってるんですね。そんなわけでね、やっぱりできるだけ家の外には出ない方がいいと僕は思います。もううちの会社でもね、その、COVID-19 のね、検査キットだけでものすごい量輸送してましてね、このまま行くとね、輸送の方もちょっとやばいんじゃないかなって思ってるし、うちのね、そのメンバーが感染するとね、もうすぐにね、医薬品の輸送パンクしてしまうと思うんで、ちょっと怖い状況になってるんで、できるだけ感染が広がってほしくないと思ってますし、何よりね、そのオリンピックがありますよね。結構たくさんの人がね、もうオリンピックはできないって言ってるじゃないですか。それは僕は違うと思うんですね。オリンピックできないっていうんじゃなくて、できるようにしなきゃいけないと思うんです。感染はね、そのみんなの努力で、こう、ね、抑えて、オリンピックができる環境に持っていかなければ、オリンピックは本当にできなくなると思うんで、頑張らなきゃ、みんなで頑張らなきゃいけないと、僕は思うんですけど、どう思いますかね。まあ、いろんな意見があるとは思うんですけども、感染は広がらないに越したことはないと思います。はい、今日の動画はね、ちょっといらんこともいっぱい言いましたけど、今日の動画はこの辺で、次こそはね、ペンタックスのね、SFX-N で撮った写真を紹介してまいります。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。高評価の方はね、もう押すだけなんで、ポチッと
押していただき、今すぐ押していただければと思います。で、コメントの方なんですけどもね、繁忙期ということもあって、全然追いついていかないです。なかなかね、大体ね、コメントを一つに返信するのに、だいたい10分ぐらいかけるんですけども、その、休憩時間のうちにね、その、コメントを書く時間っていうのも、もう一人分ぐらいしかないんで、なかなかね、ちょっと遅れていってるんですけどもね。で、外出がね、できない環境にね、どんどんなっていってるんで、動画の本数を無理やり増やしていってるっていうのはね、皆さんお気づきとは思いますけど、かなりの動画の本数をアップしていってるんで、コメントがだんだん追いつかなくなっていってるということなんですけども、まあできるだけね、コメントはね、すべて、返していくつもりでいますので、またコメントね、何か感じたこととかありましたら、ぜひ、ね、コメントをお願いします。で、チャンネル登録の方なんですけども、絶好調に増えていっておりますが、まだチャンネル登録どしどし募集しておりますので、ぜひともね、チャンネル登録していただければと思います。写真のね、技術は僕大したことないんですけども、まあそうですね、その初心者よりはね、ちょっとはわかるぐらいのレベルの写真になっていくと思いますので、ね、まあぜひチャンネル登録して、今後も動画をお楽しみいただければと思いますし、最近ライブがね、ゲリラライブが多くなっておりますので、ぜひぜひ通知をオンで、チャンネル登録していただければと思います。はい、今日の動画はここまで、次の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。